はい、こんにちは。このような電動トリマー、これのトリマービットの出幅を調整するときにスクエア定規などを使って調整することも皆さんよくあるかと思うんですけど、メモリが小さくて見えにくかったりするときに簡単に調整ができて見やすいメモリのハイトゲージ、今回はこれを作っていこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめに、こちらは幅が15mm、厚みが1mm で、長さが15cm のステンレススケール。今回はこちらをベースに作っていこうかと思うんですけど、こちらのスケールを取り付けるための柱として、こちらの木材は幅はスケールと同じ 15mm、 厚みは 9mm の木材、こちらを柱の部材として使用して、こちらの柱の根元の部分に、こちらの木材は幅が 20mm、 厚みが 10mm の木材、これを土台の部材として使っていこうかと思うんですけど、柱の部材はスケールの長さの 15cm に対して、今は少し長めで 20cm で、土台の部材は長さを 10cm に設定しようかと思いますので、柱は 20cm を1本、土台は 10cm を2本カットしていこうかと思います。このように柱となる部材と土台となる部材を2本、合計3本にカットしていきました。そしてこちらの土台の部材に柱を接合する方法として、2本の土台部材、これがそれぞれの側面を接合して1枚となった土台部材、これの中心に細穴を作って柱部材を埋めていくような構造にしていこうかと思いますので、柱の部材は厚みが 9mm なんですけど、これに対して電動工具トリマーに 10mm のストレートビット、これを装着して2本の土台部材、これの側面の部分に幅が 10mm、 深さが 7.5mm の溝を掘っていこうかと思います。このような形で2本の土台材に切り欠きを作っていきました。そしてこちらの2本、これを強力接着剤のゴリラウッドグルー、これを使ってそれぞれの切り欠きが内側になるように側面の部分を接着させて1枚の土台材を作っていこうかと思います。
1日置いたら接着剤がきちんと乾燥されて強く固定されました。そして土台部材に柱が埋まるような状態で対象となる長さを測っていくような形になるんですけど、スケールに何ミリかを示すためのメモリ、これをこちらの木材は幅が30ミリ、厚みが15ミリの木材、これとこちらはまだ保護紙が張った状態の3ミリのアクリル板、こちらを使ってメモリの部材を作っていこうかと思うんですけど、こちらの木材、これを土台の幅と同じ40ミリにカットして、カットされた木材とぴったりと同じ寸法でアクリル板もカットしていこうかと思います。このような形でまだアクリル板と木材は両面テープでつながっているんですけど、アクリル板を木材とぴったりと同じ形にするためにネジ払いビット、これを使って2つの部材の形を揃えていきました。そして今はこちらの2つが両面テープで仮止めされている状態で、実際に使うときはこちらの2つをビスで取り付けていこうかと思いますので、アクリル板の端からそれぞれ6ミリのところに4箇所ビス穴を作っていきたいと思います。このような形でビスを取り付けるための下穴を作りました。そして仮止めしていた2つの素材を切り離してビス穴を作った方向にスケールがついた柱材が取り付いて、アクリル板を取り付けて格納ができるように柱材と同じ幅で深さを10ミリの溝を掘っていこうかと思います。このような形で溝を作っていきましたので、
柱にスケールを取り付けて、アクリル板で蓋をしてもぴったりと格納できるようになりました。そして長さを測る対象物をスケールで読み取るために、アクリル板の皿取りをした逆の方向にアクリルカッターを使って身近で方向の中心に水を入れてメモリを作っていこうかと思います。このような形でアクリルカッターで線を入れて、アクリル絵の具の赤を塗っていきましたので、長さを計測するときに見やすい目盛りができました。そして目盛りの部分が一番下にあるときに、赤いラインとスケールが0となるようにスケールの先端を合わせて0ミリの位置に印を書いていきたいと思います。このような形で印を書いていた部分、ここがスケールの取り付け位置となりました。そしてスケールを取り付ける位置から下の部分、ここに、こちらは柱材と同じ幅が15ミリで厚みが1ミリの木材、これを接着剤を使って接合していきたいと思います。このような形でスケールの下の部分に厚さが1ミリの木材を貼っていきました。そして貼り付けた木材、これにスケールをぴったりと当てた状態で、もともと柱材は余裕があるような形でカットしてましたので、15センチの目盛りよりほんの少しのところでカットして、スケールと柱部材も接着させて、目盛りとなるアクリル板と木材の部分も接合していきたいと思います。このような形で柱部材にスケールを取り付けて、メモリの部分も完成していきました。そして完成した柱部材と土台の部材、これをサンドペーパーで軽く研磨掛けをして、2つの部材を接着剤で取り付けていきたいと思います。1日置いて乾燥させましたので、柱部材と土台部材がしっかりと固定されました。そして実際に使う上で精度がきちんと保てるように、土台と柱の関係、これもスコア定規を当てても隙間がなくぴったりと90度になりましたので、出来上がったこちらのパーツ、これとこちらは幅が18ミリ、厚みが9ミリの木材なんですけど、土台の下から目盛りの上の部分まであらかじめカットしてましたので、
こちらの2種類もかっこよくペイントをして、メモリの部材にも取り付けていきたいと思います。接着剤が乾燥して強く固定することができましたので、これでハイトゲージが完成しました。そしてメモリの部分と柱の部分、これは簡単に落ちたりしないような関係で作ってますので、例えばトリマーの出幅を3ミリに調整したいときは、あらかじめメモリの部分を3ミリに合わせて、ビットの出幅をベースプレートよりも下の位置に設定して、最後に取り付けた木材、これをビットの上の位置に置いて、木材に到達するまでビットを出していくと、簡単に目標とする出幅に調整することができました。そしてこちらの木材は厚みが19ミリの木材なんですけど、このような木材の厚みなどを測定するときも、メモリの部分を上にして身長を測るときみたいに、対象物に当てるだけで見やすいメモリで正確に測定することができます。このような形で今回はこちらのハイトゲージの作り方と使い方について解説していきました。そして今回は新品の木材などを使って作っていったんですけど、土台の幅やメモリの幅、これに決まりはありませんので、 DIY などで出た端材などを使って、今までの出幅調整よりも読み取りやすく正確で便利な DIY のアイテム作りの参考にしていただけたらと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。